WTA ツアー公式戦、ドバイデューティーフリーテニス選手権、WTA 戦、アラブ首長国連邦、ドバイ、2月18から24日、賞金総額321万1715ドル、ハードコート、の女子ダブルス1回戦で、青山修子、近藤乳業、アレクサンドラ・クルニッチ、セルビア、がワイルドカード、主催者推薦枠、で出場したアンキタ・レーナ。 プラルタナトンバリともにインド2466317から15で新勝した試合時間は1時間48分ワールドツアーに挑戦する日本人選手の奮闘を見逃すな海外ツアー2024日本人選手女子フォトアルバムクルニッチと青山のコンビは今季6度目のダブルス出場 初めてペアを組んだ2019年6月のスヘルトーヘンボス、WTA インターナショナル、ブラスコートでは、青山にとって WTA ツアー通算9勝目となるタイトルを獲得した。青山、クルニッチは2回戦で、第5シードのデミシ・ヒュース、オランダ、ルイーザ・ステファニー、ブラジル、トティメア・バボス、ハンガリー、マリー・ブーズコバ、チェコ、の勝者と対戦する。